ツークシュピッツェ山は、ドイツバイエルン州と、オーストリアチロル州の国境にある山。高さ2962メートルで、ドイツの最高峰である。三名の、ズーグスピッツェとはドイツ語で、峰の連なりもしくは、連なる、峰の居。観光都市ガルミッシュパルテンキルヒエンの南西に位置し、山頂には、登山鉄道のバイエルンツークシュピッツ鉄道が、ガルミッシュパルテンキルヒエンから、 ロープウェイがドイツ側とオーストリア側からそれぞれ一箇所ずつ出ており多くの観光客が訪れている山頂へは登山道やスキー用の道もあり歩いて登ることも可能である歩くと二日程度かかるが多くの登山道には途中で食事や宿泊のためのロッジがありここで休息を取ることができる山頂はちょうどバイエルン州とチロル州の宗教にあり ドイツ・オーストリア国境は山の上をまっすぐ通るため山頂には国境の検問所も存在する。ークシュピッツェ山の高さは2960メートルから2970メートルの範囲とされ、正確な高さは長い間論争の的になっていた。現在ではバイエルン州測量事務所が発表した2962メートルが広く受け入れられている。 山頂にあるカフェ2962はこの値に基づいて名付けられた。なお、このカフェはチロル側にある。ークシュピッツェに残る初の登頂記録には1820年8月27日にジョセフ・ナウス中尉が率いる測量士たちによって成し遂げられたものが記録されている。それ以前に現地の人たちがすでに登っていた可能性はあるが記録には残っていない。 冬場の登場では、1882年1月7日に、F ・キルガー、H ・ザメッツァー、J ・ザメッツァー、H ・シュバイガーによって、初めて成し遂げられたとされる。ドイツの大作曲家、リヒャルト・シュトラウスは、10代の頃のツーク・シュピッツェ登山の体験をもとに、1914年に、ガルミッシュ・パルテン・キルヒエンにある自身の三奏で、アルプス公共曲を作曲している。 ありがとうございます。